はい、皆さん毎度毎度。はい、動画のお姉さんはね、まあ、下の方にレイヤーを入れるとやっぱりダウンステムでレイヤー入れた方がなんかやっぱり考えやすいね。ただ前半分はねアップステムでレイヤー入れた方がいいけど、8回りの毛ってのは難しい。やっぱりね、8回りの毛一緒に掴むと8回りのところっていうのは出っ張ってるだけに短くなるからね、全部同じ角度で引っ張っちゃうとね。それで良ければいいけどダメな場合もあるしね。再度ね持ち上げてレイヤー入れる場合ね、皆さんこうやって大体昔の先生は切っちゃうと思うけどね、そうすると真ん中の赤い線が短くなるんだよね。それでね良ければいいけどね、カットし終わってね普通に溶かすとね、その上のね A の部分がね切りましたラインじゃないけどグラデーションっぽくね上の方に重さとして残る場合があるんだよね。でそういう時はやっぱり A の部分上は上で、8から上はまた上に持ち上げてね、レイヤーの角度をさらに強く入れるっつうの。でもこの角度でレイヤー入れるとさ、サイドの下の方がすごく長くなるよね。長くなるか重くなるかね。これでサイドに下の方に重さをが必要な場合の人はこの角度になるのか、さっきのね。で今度サイドをもっと薄くしたい人の場合だよね。多分ね皆さん真横でこうやって引っ張って切ると思うけどね、どうしてもね A の部分がね重さでさなんかこう残るんだよね。でその重さ取るにはやっぱり8から上の A の部分上に持ち上げて角度を変えて切った方が無難っていうことになるよね。まあ、これねカット慣れてるさベテランの先生はさ、もう見ただけでさ考えないで切ってんだよね。初心者の方はね教科書通り切るとね、これは若い人の頭の場合はこう本当に真横に全部引っ張って切って上に重さ残して潰すっつうので、毛先の A の部分重い部分は吸い血前っていうの、特にね A の部分のね毛先部分もうなくなるまで吸いちゃうっていうの、それで良ければいいんだけどね。それがちょっとねやっぱりボリュームが欲しい人なんかは8から上の A の部分これ持ち上げてね、まずは45度ぐらい上に持ち上げてちょっと切ってみる、先っちょをね斜め45度に、まあ、こんな感じにね持ち上げて切るとちょっとアルファベットがどっか行っちまったけどね、この時のね角度って結構難しいんだよね。どのぐらいが適切なのしたら、お客さんの顔色見ながらね手で触ってもらいながらね、ちょっと上が長い短いってね、短いってのは困るけどちょっと長いとかって言われたらちょっとずつ切っていくような感じ。結局ねおばちゃんなんかの場合はこうやって真上に持ち上げて切っちまう場合があるよね。若い美容師さんってね意外とこれが切れないんだ、怖くてな。で最後にまたね部分ね8回りのとこね、まあ適当な角度に持ち上げて角を落とす、ちょっと8回りが長くなってんのよ、そうやって飛び出してんでしょ、実際そう飛び出すんだよね。そこを切り落とすんだけど、その時の角度とかね、これはねお客さんの顔見てね調整してね、まあ基本はだいたい45度ぐらいにしか言えないね、その40度だったり35度だったりね、この角度が難しい。これはもうお客さんの顔色見ながら決めるしかないんだけど、まあこれだけなんかちょっと理屈わかるだけでもね、カット初心者はレイヤーカットうまくなんでしょう。で、この角度の調整とね、さらにね、鉢回りが重いとか厚いとかって言われたら根元付近にセニング 10% セニング入れてくんだけどね。そんで、手触りでちょっとでも軽く薄くしてあげるっつうの。はい、これはもう難しいね。説明できないね。頑張ってカットしてもらうしかないね。はい、お疲れ様でした。